マイナス10キロ痩せた私が行っている10のことをお伝えしていきます。まず一つ目ですね、早速ご紹介していきます。発酵食品を食べるようにしました。これはですね、腸内環境の状態が私すごく悪かったんですね。そのことでもう太りますし、もう肌荒れもひどくて、もう本当に苦しい時期があったわけです。その時にやはりこう気がついたんですね。腸内環境が整えば痩せられるし、そのお肌の状態、そして健康状態も全部全てがうまくいくんだなっていうのを私は過去を経験しておりますので、まずそのストーリーにも交えたお話ししていきたいと思います。その発酵食品っていうのはもうそのまま発酵した食品ですよね。例えばお味噌汁であったり、納豆、ぬか漬け、またキムチ、ヨーグルトなどです。私この今お伝えした食品はですね、全部毎日一日の食事の中で必ずどこか取るようにしてるんですよね。もうそれだけこの発酵食品は腸内環境を整えてくれる、要はこう痩せ菌と呼ばれる善玉菌がたっぷり含まれているのはやっぱり発酵食品なんです。ですからもしあなたが過去の私と同じようにですね、健康的で綺麗に痩せたいけどどうしたらいいかわからない、なんでこんなに体がこうきついんだろうとかイライラするんだろうっていうことでお困りでしたら、もうまずは今お伝えした発酵食品ですね、食べてみてください。でまた次2つ目です、食物繊維です。で食物繊維というのは水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が両方、2種類あるんですよね。で私はなかなかその食物繊維過去ねやっぱ食べれてなかったなってね反省してます。でまず水溶性食物繊維の目安はこう要はネバネバ食品ですよね。海藻であったりオクラであったり、ああいったこうネバネバしたもので、不溶性というのはさつまいもであったりごぼうであったり、こうちょっとこうモサモサしたものですね。なので例えばあなたがその便秘がちであれば、もちろん腸内環境悪いんですけれども、そこに例えば不溶性のさつまいもとかごぼうとかばっかり食べてしまうと、ものすごくそのセンスが強すぎてですね、逆に便秘になってしまうんですよね。こう詰まっちゃう。なのでバランスが大事ですから、過去の私もですねそれをこう知らなくって、こう便秘だったらごぼうかなとかさつまいもかなとか言って、その結構モサモサしたのばっかり食べてて逆にこう詰まっちゃったみたいな経験があるんですけれど もうひどい便秘だったんですよね。もうほんと苦しくって、便秘薬をねもうほんとお世話になってる時期があったんですよね。もう腸の中がもう腐ってるわけです。なのでもう本当に体調悪かったんですよね。でそこでその食物繊維をこう両方バランスよく取るとスルッとねスムーズにお通じ良くなりますから、あなたも偏らずにぜひ食物繊維こうバランスが大事ですから両方バランスよく取られてみてくださいね。では次、私がする3つ目、オリゴ糖を取るようにしています。でオリゴ糖でもオリゴ糖だけも売ってますけども、そうではなくてこう食品にもやっぱり含まれているんですね。例えば私が好きな蜂蜜もそうですし、バナナとか玉ねぎとかそういったのにもねオリゴ糖でちゃんと入っているんです。でオリゴ糖を取ることで、これは痩せ菌と呼ばれるその善玉菌、あなたの腸内にいるその痩せ菌の餌にこうなってくれる、もう貴重な食べ物ですから、いくらこう善玉菌を増やせたとしても、善玉菌がその元気になる餌がないと困るわけですよね。そこで発酵食品に含まれている善玉菌の餌になる食物繊維とかオリゴ糖を取ることで、あなたの腸内にですねいつまでもその痩せ菌さんたちをこう住み続けてもらう、ずっと居続けてもらう必要がありますから、そのためにはオリゴ糖も取る必要があるということなんです。では次4つ目いきましょう。 EPA と DHA、 これは何かと言いますとですね、天然の痩せるオイルです。よくサバとかイワシとかそういったこう青魚に入っているオイルなんですけれども、逆にそういったものが取りにくい場合ってありますよね。その時は瓶状で甘み油とかですね、普通にオイル売ってますから、そういったオイルをいろんな食材に、サラダにこうかけてもいいですし、私は甘み油は納豆のタレとしてかけたりします。私納豆も大好き、納豆も発酵食品ですから、でも毎日食べてます。その時にちょい足ししているのも OK ですから、ただし甘乳は加熱しちゃダメです。加熱してしまうとその成分がですねうまく
発揮できないので、もうそのままかけて召し上がってくださいね。そのことであなたの痩せ菌がそのどんどん元気になりますし、またその腸自体をですね、こう活発に動かすことができるのがこの EPA と DHA っていうオイルになるんですよね。ですから私は今お伝えした 1,2,3,4 番の、あのベースなる、要はこう腸活なんです。腸内環境を良くしてくれる、もうマストの食べ物がこの 1,2,3,4 番までなんですね。でプラス、まあ、こういったのを含んでるその大まかな全体像の食品がこちら5番、まあ、5は優しいから来る頭文字の食材を1日トータルでかけて食べれてるかなっていうのをチェックしています。でこれは何かというと、まあ、は豆類です。まあ、先ほど大豆であったりとか、まあ、小豆とかですね、豆乳とかで、5はごま、要はナッツ系ですよね。私あの素焼きナッツも大好きなんですけれども、よくおやつで食べるんですけれども、まあ、ナッツ系ごまですよね。で和はわかめなどの、ここ海藻類です。食物繊維たっぷり。そしてやはもう野菜ですね。でさは魚です、お魚。でしは椎茸などが代表の、まあ、キノコ類ですね。食物繊維たっぷりですよね。またいは芋です。こちら食物繊維で出ました、さつまいもとかですね、まあ、じゃがいもとか芋類、さつまいも大好きなんですけれども、まあ、別動画でもお伝えしています。さつまいもダイエットの動画とかもぜひご覧くださいね。とてもあの美味しく食べながら痩せることができるんですよ。なのでこの孫は優しいの頭文字から来る食材が、あなたが1日その取る食事の中で全部取れてるかなってこうチェックしていただきたいんですね。そうすることであなたの腸内環境が整って、私と同じようにその健康的でその痩せることができるわけなんです。では次6つ目いってみましょう。手作り調味料を使うようにねしたんです。過去私はですね、もう本当化学調味料平気で使ってたんですね。あの調味料括弧アミノ酸などと書いてあるのは、あれは人工的な化学調味料ですから、もうほとんど市販の調味料って残念ながらそういったのが入ってるんですね。でそういったのを長期的にこう取ってしまうと、もちろん病気にもなりますし、またあなたの肝臓や腸をこう負担をかけるものですから、痩せ体質になることがもう絶対にできないんですよね。もうここ絶対ポイントですよ。なのでもう極力その化学調味料が入っていない調味料を使っていただきたいんです。でしかも私が置き換えたのは、あのお塩の代わりに塩麹、醤油の代わりに醤油麹、お砂糖の代わりに甘酒をね使ってる。で今お伝えした調味料って、ね、全部発酵調味料なんですよ。発酵している調味料、ここです。なので、まあ、私はもうこの調味料を使い出してからもう劇的にやっぱり変わりましたね。もう体型も全くその変わりませんし、もう体重も本当増えることないんですよね。でしかももう10年前のその体調不良の時に比べたらもう全然疲れ方が違う。もう今の方がもう10年前にも本当にこう若々しく元気にいろんなことができてるなって思うんですね。もうこれ本当ね全然違います。そして7番目、朝一番に白湯を飲むです。このお白湯ダイエットもね効きますね。お白湯のメリットはですね、いろいろあるんですけれども、まずその臓器を洗い流してくれる。例えばあなたもいかがですか、こう油汚れのお皿を洗うときに冷たい水で洗っても油ってこう落ちないじゃないですか。でもお湯で洗ったらいかがですか。お湯で洗うとさーっとやっぱ油汚れって落ちやすいですよね。それと同じで、あなたの臓器もそのこう脂っこいものとかこういろんなもので汚れてたとしたら、やっぱり冷たいものでやっぱ飲むよりも温かいものでこう流して差し上げると、さーっとやっぱりねこうお掃除ができるんですよね。私はそうだなと思って飲んでます。でまたあのお酒もアレンジバージョンがありまして、別動画でもお伝えしてるんですけども、そもそもお酒だけでももちろんいいんですよ。ダイエット効果があるんですが、臓器も洗ってくれますしね、あなたの腸もきれいになる、結果もう善玉菌痩せ菌もこうつけることができるんですけれども、ここに私はたまにちょっとこう朝すっきり目覚めたいなっていう時は、あの 100% オーガニックのレモン果汁足してみたりですとか、ちょっとこうお腹が滞っているなと思った時はあのオリーブオイルを入れたり、あちょっと今日体が冷えてると思ったら生姜パウダー入れたり、
をしております、まあ、その時々でおさゆのアレンジしておりますので、そういったおさゆのアレンジ動画もありますから、ぜひチェックしてみてくださいね。ただしその臓器洗うっていう点で、やっぱ朝一番に口にするのはやっぱりもう何にも入れないおさゆで、その後2杯目にレモンとか生姜とか入れるようにしております。このおさゆダイエットを始めてやっぱ劇的に変わりましたね。あの腸とかこうスーッと朝こうです、飲むと、はあ、なんか綺麗に洗ってもらったみたいな感じがあるんですよね。でしかも寝てる間に水分ってすごく失われてますよね。でまたあの秋とか冬になったとしても空気がすごく乾燥してますから、夏場と同じぐらい飲まないとダメですよ。そうしないとあの腸内環境良くなりませんので、ぜひしっかり水分お水を取ってみてくださいね。お茶湯がベスト、温かいお湯がベストです。では次8番目に行きましょう。茶色の食べ物を食べるようになりましたです。過去私はですね、もう白い食べ物、まあ、イコール太る食べ物が大好きだったんですね。例えば白米であったり、小麦粉を使った、まあ、ケーキとかですね、それ洋菓子系であったり、あとはもうその白いパンですよね、食パンとか白砂糖が入ってるもの、これ全部白いですよ。これ全部白いっていうのはもう全部太ります。なぜかというと、あのデブ菌と呼ばれる悪玉菌が好む餌なんで、全部そうなんですよ。それは太りますよねって話です。で逆にじゃあ私が何をしたかというと、白い食べ物から茶色い食べ物に変えた、シフトしたんですよ全部。例えば白米よりも今玄米食べてますし、白いおうどんよりもやっぱり茶色いおそば、また白砂糖をやめて、あの、まあ、黒糖ですよね、もしくは蜂蜜とか、あとは白いパンを食べるのをやめて、あのライ麦パンとか玄米パンとか全粒粉パンとか、その茶色い食べ物で、白いそのパスタをやめて全粒粉の茶色いパスタ、そういったように全部ですね、茶色い食べ物にシフトした結果、健康的で痩せました。なぜかというと腸内環境が整ったからなんです。今お伝えした茶色い食べ物は全部腸内環境を整えてくれる食べ物なんですよ。もうすっごくいいことづくめなんですね。では9番目に行きましょう。湯船に浸かるようにしました。過去私はですね、ま、お風呂は好きだったんですけれども、特に1年間オーストラリアという国ですね、生活していたんですよね、働きながら。その時にやっぱ湯船に浸からなかったんですよ。もうシャワーばっかり、まあするともう太りましたね。まあ、食べ物もあったんですけれども、やっぱり一つは食べ物以外にも原因としてやっぱりお風呂に浸かってなかったからだなってね、今思えば振り返ると、ああそうだったんだって、もうなるほどだったんですね。でなぜシャワーで済ませてしまうと太るのかというと、あなたのその内臓が温まらないからなんです。例えて言うなら、シャワーっていうのはこうフライパンでこうジュッとお肉を焼いた状態、表面は熱が入って焼けるんだけども、中はレアなまま、要するにあなたの内臓が冷たいままで終わってしまうんですね。そんな状態だと腸が冷えたままですから、腸が動かない。そうすると結果、デブ菌と呼ばれるその善玉菌優勢になってしまって、腸も動かなくなって、もうどんどん老廃物が溜まって、もういいことゼロです。で逆に湯船に浸かるっていうことはどういうことかというと、もうことことじわっと煮物です。もうじわっとそのお野菜でも何でもことこと煮物にしたら、奥までぐーっと熱が入って、もうホクホクで中まで火が通ってますよね。そんな状態イコールあなたの腸内臓がちゃんと芯の芯まで温まってくれる状態を作ってあげることが、イコール痩せる近道になるんです。絶対にダイエット痩せたいって思いが終わりでしたら、体は冷やしちゃダメです。もう絶対に冷えていては、もうどんなに頑張っても痩せれません。低体温になりますし、臓器が冷えてますし、代謝が下がるし、もういいことゼロ。しかも低体温が続くと病気になります。もうがんもそうですし、何でもそう、冷えてしまってはもう病気のもとですから、もうダイエットの以前の問題ですよね。なのでもう必ず私はシャワーで済ませることはもうないです。もうどんなに今日疲れてめんどくさいなと思ったとしても、逆に湯船に浸かることで痩せることもできる、疲れも取れる、リセットができる、デトックスができる、いいこといっぱいですから、ぜひぜひ試してみてください。でまたあなたが例えば腰痛があったりとかですね、こう体にこう痛みがあるときは熱いお湯に入ってはダメですよ。痛みが増します。そういうときは副交感神経といって、こうリラックスする神経をやっぱりこう強くしてあげないといけないので、
絶対にぬるめのお風呂に入ってくださいね。でまたストレスが多い方もそうです。熱いお湯に入っちゃダメです。かえって交感神経を優位にしてしまってもどんどんストレス解消できなくなりますから、熱いお湯に入るのは NG です。痩せたいなとかストレス解消したいなとか体に痛みがある方っていうのはぬるめのお風呂に半身浴とか首までがっつり使うとちょっとこうね心臓にも負担かけますから、ちょっと半身浴、水落ちよりも下ぐらいで、だいたいぬるめで、そうですね、15分からもう最低15分か20分、よく言えば、30分ぐらいはふーって使っていただきたいと思います。いいこといっぱいですよ。私もそうしております。では最後10番目、朝日を浴びるようにしております。でこれすっごく大事なんですよ。朝日絶対浴びてください。本当最近、今年入ってコロナ禍でですね、外に出ることが減った方っていうのが鬱になったりとかね、結構お気持ちのメンタルの部分で来てる方も私の整体サロン多いんですけれども、原因の一つはやっぱりね、朝日、要は太陽の光を浴びる機会が極端に減ったからでもあるんですよ。なぜかというと癒しのホルモンですよね、セロトニンと呼ばれるその安定する幸せホルモンっていうのがあるんですけれども、これは太陽の光を浴びないとなかなかうまく作ることができないんですよね。でそのセロトニンっていうのが実はあなたの腸で全体のなんと9割も作られているホルモンなんですよ。でこのホルモンがちゃんと動いてくれないと気分がすごく不安定になったり、イライラしたりとか怒りっぽくなったりとかで、また夜で寝つけなくなってしまうんですよ、セロトニンがないと。なのでストレスが溜まるとやっぱり食べてしまいますよね。食べちゃう、そうなんですよ。ストレスが原因で太る方がもうほとんどですよね。なぜかというと食べることでその脳がですね安心するからなんですよね。手っ取り早いわけです。ですからそういった脳の仕組みの指令に任されることなく、やっぱ自分でコントロールするためにはあなたの腸内環境を整えてあげることが結果セロトニンを作ることにもなりますし、プラスアルファその朝日を浴びるだけでセロトニンができますから、もう絶対にこの朝日はですね、紫外線に気をつけながら、お顔焼く方が嫌な方はもう手のひらでもいいんですよ。手のひらをこう太陽に向かって当ててあげてください。そうすることでその幸せホルモンができますから、あなたの心が安定してその食べることに走らなくても済むですよ。さあいかがだったでしょうか。私の過去のストーリーを交えての取り組んでいる10のこと、今でもこれ毎日してます。そのことでもう本当に劇的に体がですね変わったんです。もちろんマイナス10キロもキープできてますし、この体型もキープできてますし、やはりですね、やっぱ気持ちの面で違いますよね。やっぱ自分に自信がつきます。あれもやってみよう、これもやってみようってやる気が出るんですよね。もう全然過去の私、もうあれもやめとこうかな、これもやめとこうかなっていうのがもうなくなりました。もう何でもやってみようってもう前向きになれるんですよね。そうすればダイエットも成功しますし、なりたいご自分になれます。あなたも本当はこうしたのになって我慢せずに、もうどんどんこの腸活全部できなくてもいいです。今日はじゃあ1番と5番だけやってみようかなとか、今日はじゃあ6番と9番だけ絶対やってみようとかでもいいんですよ。日に日によってアレンジしていただいて、できることをどんどん増やしてみてくださいね。そのことであなたは必ずダイエット成功することができます。でまたこういったお話に対してのご質問はあれでしたら、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、直接私にも何でもご相談くださいね。お役に立てたら嬉しいです。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひチャンネル登録や高評価ボタンしていただきますと、とっても励みになっておりますし、私頑張っております。ありがたいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。